こんにちは。テレビアニメ真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました。レッド役の鈴木亮太です。こんにちは。リッド役の高岡奈です。はい、ということでございました。はい、もうね、ちょっと下を映してもらうと、もう前の多分現場そのまんまにしてあるからこういうのはね、だいたいやっぱ閉まってからとかね。はい、その通りでございます。今回は、プロデュース力、お店を経営するにはプロデュース力が大事だよ、スローライフ追いかき対決。そして今回のお題は、はい、これなら大ヒット、元気になる料理。はい、ということなんですけど、はい、レッドとリッドはですね、苦い薬をクッキーにして販売することで、苦い薬が苦手な子供でも食べやすいヒット商品を開発したんですよね。そうですね。はい、ということで我々もね、よりヒットする元気になる料理を、イラスト力と発想力で対決していきたいと思いますけれども、クッキー出しちゃったじゃないですか。そうなんです。だからクッキーダメですよ。クッキーなしで。わかりました、ね、もちろん。まああれですからね、クッキー以外にもお菓子っていろいろありますからね。別にお菓子じゃなくてもいいですよそっかそっか、料理ですからね。あ、料理、はい、料理、はい、天かけ卵ではない料理。わかりましたということで行ってみましょう。はい、行ってみましょう。そうですね、料理か、料理。でもやっぱこう食べたくなる見た目がやっぱいいですよね。確かに、そうですよね。なんか、ね、需要競争的なものって、なんかすっぽんとかマムシとか結構なんかね、ちょっと見た目的には大丈夫それみたいなのが多い気がするので、やっぱね、美味しそうなね、美味しそうなやつがいいですね。やつがいいな。確かに、どうしようかな。そうだな。クッキーじゃないやつで、めっちゃいいです。どうですか、でも高尾さんは元気になりたい、そんな時何か食べるものとかあるんですか。元気になりたい、そんな時はとんかつ食べますね。あ、いいですね。あ、結構がっつりいくタイプなんですね。はい、カツって入ってるからいいかなと思って。原価継ぎもね。そうですね、含まれます。あります、何か。僕スタ丼です。スタ丼、スタ丼食べたことあります。スタの丼。あ、スタ丼ご存じない。スタ丼ご存じない。まあ、スタミナ丼っていわゆる、はいはい、言われるもので、まあ豚肉ですね、基本的には。豚肉のニンニクで味付けされた、はいはい、もう食欲が増すやつなんですけど、はい、それが僕は結構食べますね。元気出そうですね。めちゃめちゃ出ますよ。うんうんうん、ただやっぱ太る。すんごい太る。あ、元気と体重。そうなんです。代償が。そうですよね。代償がすごいんです。はい。はい。ということで、イラスト完成しましたので、対決です。はい。じゃあ今回はノンさんからいこうかな。わかりました。じゃあ私から。はい。じゃあ私が書いたこれなら大ヒット元気になる料理はこちらです。どなんだこれはこれはですね、先ほどのスさんのともちょっと似てるんですけど、はいはいはい、筋肉型の筋肉チョコパイなんですよ。なるほど、指が7本だ。あ、やばい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 怖っやばい、あ、ちょっと気にしてなかった。あ、指が7本あるんだ。そうなんですよ。やっぱ7本あった方がラッキーセブンだから元気になるかなと思って。あ、なるほど、ね、ポジティブだ。で、ここの手のところに、はいはいはい、君は元気だっていう文字を書くんですよ。あ、なんかそうやって焼き印みたいなのをつけるんですか。そうです、焼き印つけて、はい、そうするとこれ見た人は、あ、私って元気なんだっていう気になるじゃないですか。なるほどね。で、それを思いながらこの筋肉を食べると、はい、あーんして美味しいっていう。でもどうですか、人の腕を食うみたいな、その見た目気持ち悪っあと隣の人、あれは何ですか。あーんしてる人です。どこが口ですかあーんが入ってるところが口ですね。あーんが口なんだ。ここが口です。すごい顎です。すごい顎が出てて上が口ですか。あー、いや、そんなことはないですね。あ、なるほどなるほど。でもチョコ味ですからね。そうですよ、美味しいですよ、食べやすそうですね。はい、じゃあスさん。はい、スが書いたのはもうこちら。これはもうみんな大好き。え、でもこれ普通のじゃないですか。普通の。あ、そうですそうです。え、普通の。はい、元気になる量もういいじゃないですか。ポテトとハンバーガー。そっか、薬草関係ないのかあ、そっか、そうだ。
はい、もうこれ、まあこれをね、あのレトリットね、苦い薬クッキーにしたみたいな感じなんで、はい、まあその元気になるような、うん、そういう苦いものもこういう風にね、美味しく調理をしてしまえばね、みんな美味しい美味しいって食べやすいですしね。確かに、ね、視覚から入りますからね。そうですね、はい、ということでこちらでいかがでしょう。いかがでしょう。ということでですね、今回も、はい、あの妖精に票を入れたスタッフの方がいや、わかんないですよ、はい、決めていただけますんで、今回どうなるのか。いいですか。どうですか。それでは発表お願いします。はい、勝者は鈴木さん。よっしゃ、よし。いや、私のも良かったんだけどな。これは決めてどこでしょうか。いや、もう比べ物になる。ひどい。そりゃそうですよ、だって怖いもん。ひどい。いやいや、あの食べるのに結構、いや結構あのお土産とかにしたら絶対喜ばれますって。これ、あ、でもなんかありそうですね、道の駅とかに置いてありそうですよね、なんか地方もね。はい、ということで今回は僕の勝利。皆さんもぜひハンバーガー食べて元気出してください。出しましょう。ということで、我々が出演しているテレビアニメ真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました。ご覧の放送局にて配信中でございます。ぜひご覧ください。